お父さんなんかトイレに行くらしいから3人で先に見に行こう。オッケー。お城やで。お父さん遅いね。どっから見に行こうかな。あ、なんか電話。あれ、パパや。ロボパパから電話かかってた。もしもし。ほら、このロボパパの犯人から電話かかってた。何？助けて。頑張ってた。こんなところまでゾンビがいるぞ。え？なになになに？君たちは何とかして逃げるんだ。ゾンビ？確かこの後ろにはナーフが落ちているはず。それで何とか脱出してくれ。私はもうダメだ。学自分で言うたら完全に二人とも大変よ。ロボパカロボパカロボパカから電話があってゾンビに襲われたみたいな。この辺りにはゾンビがいるみたい。パパが言うにはこの後ろにはナーフが隠されてるって言うから、ナーフを探しに行きましょう。よく聞いてるわね、あなた。ナーフを探しに行くわよ、ゾンビに捕まる前に。こんなとこにナーフが。もしかしてあれはゾンビよ。ここにもナーフがあったわ。これでゾンビをやっつけられる。行くわよ。攻撃するわよ。行け。あの上に逃げよう。そうね、行こうよ。タケル、タケル急いで、タケル急いで。ゾンビがそこまで迫ってるわ。頑張ってタケル。あんなとこにもなんか。なんてこと、あんなにもゾンビがいるなんて。撃つわよ。くそ、撃っても撃ってもいなくならないわ。あっちからもゾンビが来たわ。そう、撃て。早く。二人ともここももう危ないわ。逃げろ。しまった。私に構わないで逃げて。変な顔を要求するやめてくれる。何笑っとる。あ、しまった、お母さんがゾンビになってしまった。逃げろ。ちょついてこんとって。くそ、これじゃ倒せない。よし、さっき見つけておいたこれで倒すぞ。やったぞ。よし、早く車に戻ろう。はぁ、助かった。顔はみ出してますけど。はい、というわけで今回も家族で仲良く
寸劇をしました。はい、はい、ゾンビはロボパパと CG なので全く怖くないよ。本物じゃないからね。ロボママもいます。ロボママはもうロボママやったな、完全な。いや、あの顔はゾンビやった。いや、そう、失礼なことを言うあの顔は元気です。あの顔はさすがにお会社やねー、ロボママというわけで、この動画見てもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。Twitter、インスタ、TikTokもフォローしてね。バイバーイ。ロボットゲームズチャンネル登録してね。バイバーイ。